えっと、完成祭が終わり、えー、今度はブラックフライデーになりました。でも、えー、私、えー、来週から入院と手術が控えています。えー、今年の夏の健康診断で、えー、不整脈、不整脈があることが分かりました。それ以来、定期的に通院で薬も服用しています。でも、それで改善が 見られないために、まっすぐに手術を受けることを決断し、で、えー、手術の日取りが決まりました。でも、実際は、あの、この2ヶ月間、あの、待たされるということで、毎日、少しずつ不安を感じながら待っていました。で、もう来週ですね、あの、早々に、えー、入院、そして手術をすることになります。で、体の状態っていうのは、あのー、 改善しない限り薬だけではこの不整脈って治らないということもわかってるんでで病気を前に進めるつまり良くするためにはもう手術が必要だという判断ですで結果はどうなるかわかりませんけれどもまあ最善の結果を期待していますで手術はカテーテルを使って行う予定ですで大事には至らないと思いますで まあ、戻ってきたらまた連絡をします。で皆様に会っても、まあ、感謝祭終わったばっかりですけれども、まあ、健康には気をつけてください。ということで、えー、来週、えー、入院します。で不整脈の状態ですけれどもこういう感じですね。 えとこれが一番最初、まあ、健康診断があった後に精密検査を受けた時の状態ですけれどもここの部分ですね、まあ、これは寝てる間に不整脈が起きて、まあ、実際夕食後からですけれども、まあ、何時間も不整脈が起こったっていうところからもう始まってますね。まあ、これが、 あの出ないようにするために今回を収蔵することになります。